こんにちは、バク転パーソナル教室の小川と岩本です。今日なんですけど、練習を岩本くんにレクチャーしていこうかなと思ってます。岩本くんは練習ができないみたいなので、今日はちょっとできるように、はい、やっていこうと思います。レッツゴー。練習やってみましょう。あんま得意ではないんですけど、こんな感じです。じゃあ、岩本くん一回やってみましょうか。一回やってみますか。一回やってみましょうか。右足の振り上げはしっかり入る。はい、めちゃくちゃ入る。はい、いきましょう。はい、あ、惜しいですね。惜しいですね。どう？なるほど。2回目にして、じゃあもう一つなんですけど、はい、プラスしてしっかり蹴って足は速くます。で、もう一つ、体をできるだけ速くしましょう。これも側中と一緒なんですけど、できるだけ速く体をで、最後までしちゃおきます。はい、行ってみましょう。はい、できるかな。いきます。あ、惜しいですね、惜しいですね。今、岩本くんちょっと体が倒しきれてなかったんですね。ここの体をしっかり倒してほしいと。やってみましょうか。はい、あ、小川先生一つ質問いいですか。はい、目線はどこ見てますか。目線はずっと下です。ずっと同じところに行ってんですね。あー、惜しい。惜しいですね。非常に惜しいです。今のはちょっとジャンプが足りなかったような感じがしますね。そうですね、ちょっともう一回行ってみましょうか。はい、大丈夫ですか。全然大丈夫です。任せてください。もうちょっとですね。あ、それも多少ある。どかしてみていいですか。なるほど。さて、気づいたらお前気をつけて。おー、来た。来ました来ましたね。初めて、本当にマジの初めてです。できました。ということで、岩本くん天柱大作戦は成功となりました。よかったー、できた。できんかったらどうしようと思って。いや、今日のちょっとレクチャーというか教え方は、腹中ができる人向けの動画となってますので、まずはこちらですね、腹中の動画、こちらを見て腹中をできるようにしてからチャレンジしてみてください。はい、じゃあバイバイ。めっちゃ綺麗、めっちゃかっこいいっしょ、これ。それでやったー。やりてー。やったー。ここは。おお、惜しい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 。おお、大丈夫かー。もうちょっと。手が出とこ。そうだね。あ、そんな簡単に応用は効かないってことですよね。危ない。なるほど。